巻き起こす男、ノーフィア高山義弘の入場であります。赤コーナーよりビッグジョンセンター入場。さあ戦う震源地、ビッグジョンセンターがのしのしと入場してまいります。今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。乾いた音が館内に響きます。エルボー、ハンマーを振りかざします。掴んだ、うまく切り返した、肩が上がります、掴みます、ヘッドバット、ドロップキック、ハンマーを打ち込んでいきます。打たせません。剛腕ラリアット、全体重を落としてまいります。掴みます。リング上激しい戦いですが、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、まあレスラーっていうのは練習するのは仕事みたいなもんですから、当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですよね。あ、確かにそうなりますよね。抱えた、フロントのスープレックス、腕をフックした、あっと叩きつけていった。さあがっつり決まった。これは苦しいですよ。そのまま後ろに投げていった、ギロチンドロップ、強烈、カウント入る。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。正面から投げを見舞った、スリーパーホールド、ガジェット組み合った、ボディスラムで叩きつけた、腕をフックした、ボディスラムで投げつける、全体重を落としていった。アースクエイクヒットドロップ、シンドリュー、カウント 2.89、 重点をバズーカ、組み合った、
キック。吐いて。強烈に入りましたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。そのままタイガサマ。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい。腕を振ってした。フロントから叩きつけた。カウント3つは奪えない。抱えた。フロントから落としていった。抱えた。あっ、逆にパンチ。いけるか。すごい形相で締め上げていく。掴んだ。膝を突き上げていった。すごい顔で打つ。巻き投げで切り返した。腕を取った。腕しぎ十字固め。いいの入りましたよ。記憶が飛んだか。あっと、逆に蹴っていった。ボディスラムで投げつける。あっと、うまく切り返した。突き上げるようなドロップキック。スリーパー落とすのか。ここで無念のゴング。